皆さんこんばんは、ゆっくりです。今回は JR 四国2700系特急機動車特急図書四万十の走行集第7弾を作りました。ゆっくり見ていただけると幸いです。それでは行きましょう。シューシューポポ。佐貫白鳥駅17時50分通過、特急図書23号徳島駅、高松駅12時1分運用に着くために入線しました。佐貫津田駅9時34分通過、特急図書7号徳島駅、佐貫津田駅11時4分通過、特急図書10号高松駅、オレンジタウン駅13時12分通過、特急図書14号高松駅、国分駅6時54分通過、特急四万十2号高松駅、佐貫白鳥駅17時12分通過、特急図書22号岡山駅、オレンジタウン駅7時53分から54分発着、特急図書4号高松駅、オレンジタウン駅8時41分通過、特急図書5号徳島駅、オレンジタウン駅9時10分通過、特急図書6号岡山駅、オレンジタウン駅9時28分通過、特急図書7号徳島駅、増田駅11時9分通過、特急図書10号高松駅、増田駅11時31分通過、特急図書15号徳島駅、関西駅12時24分通過、特急図書13号徳島駅、オレンジタウン駅12時22分通過、特急図書13号徳島駅、徳島駅18時21分着、特急図書23号徳島駅、徳島駅18時29分発、特急図書26号高松駅、佃駅9時20分通過、特急四万十5号高知行き、国分駅6時54分通過、特急四万十2号高松駅、国分駅17時54分通過、特急図書22号岡山駅、国分駅6時11分通過、特急四万十1号高知行き、坂出駅6時46分から48分発着、特急四万十2号高松駅、坂出駅7時27分通過、特急四万十3号高知行き、木梨駅8時29分通過、特急四万十5号高知行き、木梨駅9時16分通過、特急四万十4号高松駅、動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。